こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル、ウィオクトスピードです。今回は 1JZGTE なマシンたちをお送りします。トヨタにはメイキと称されるエンジンが数多くありますが、 1JZ 型エンジンもそのうちの一つ。そして 1JZ 型エンジンの地位を確固たるものにしたのが言わずもがなの 1JZGTE。 1990年に JZX81K M2 シリーズや JZA70K スープラに初めて搭載され、その後3代目ソアラやフルモデルチェンジした JZX90K M2 シリーズにも搭載されました。このエンジンは 1JZGE のターボバージョン、 JZK エンジンの中で唯一ヤマハ発動機がシリンダーヘッド開発に関与したエンジンです。 2.5L 直六 DOHC ツインターボは最高出力280馬力を発生、可変バルブタイミング機構の有無によって第1世代と第2世代に分かれています。第1世代のトルクは 37kg4800 回転で発生していたのに対し、第2世代では 38.5kg わずか2400回転で発生。ターボは第1世代がツインターボ、第2世代がシングルターボ、第1世代第2世代ともに自主規制によって280馬力に抑えられていますが、給排気チューンやタービン交換によりエンジン内部に手を入れることなく400馬力オーバーを狙うことも可能。トヨタのハイパワー直六エンジンの代表格として申し分ないポテンシャルを有しています。また 1J 独特のエンジンサウンドも大きな魅力の一つ、未だなお多くのファンから愛されているエンジンです。 1JZGTE の搭載車種は70スープラツインターボ、マーク23兄弟ツインターボ、マーク23兄弟ツアラー V、 ソアラ 2.5GT ツインターボ、クラウンアスリート、ベロッサ、マーク2ブリッドなどになります。それでは 1JZGTE を搭載したマシンたちの実際の走りをご覧いただきましょう。どうぞ。チェイサーにそっくりに作ってくれた。今回ビデオオプションのためにですね、同じ色に50万もかけてオールペンしました。製品化しました。それも全部真似してくれてます。当時流行ったガナドールのミラー知ってます？今これヤフーオークション10万円ぐらいしましたからねマジで俺のお気に入りだったドゥーラックの GT ウィング。あー、でもこれ 1J っぽい音だよね、やっぱね。ボンネットは間もなくうちのがつくんですけども、フェンダーもバンパーもサイドステップも、こういうさ車を飾る人たちはやっぱガナドールが多いよね。お、これもおとなしい感じだね。あ、この4台中一番おとなしいね。ドリフトをする上で一番必要なのはパワーになってきますね。 1J のこの後期ソアラはシングルタービンで、ブーストアップだけだとちょっと物足りなかったので、 HK さんにお願いして GT3 タービンですねを装着して、 V プロで制御しつつセッティングしてもらいました。ツアラーとか乗ってるエンジンをアルテッタに乗せてしまったと。なかなかこういう車ないんでちょっと行ってみたいと思います。
エンジンを 1JZ に選んだ理由は純正の 3S がまあパワー不足ってことで、単純にツアラーとかに乗っかってる 1J を乗っけたらボディも軽いんで面白いんじゃないかっていうとこからですね。エンジンとミッション自体はもうボルトオンで乗ります。ただコンピューターのハーネス類とかヒューエルラインとかその辺がやっぱ大変ですよね。費用の方はだいたい100万円くらいからですね、エンジンミッション込みで。いやこのぐらいねアルテッタもやってあるといいな。ちょっとねドリフトするにはちょっとタイヤが太すぎたりとか、そういうのはちょっとまだ足の方がねいまいちなんだけど、エンジンは最高にいいよこれ。いやこれは面白いよ。なんかちっちゃいツアーラーに乗ってる感じだね。エンジンは全くツアーラーだから、これがな純正だったらな面白いよな。ハイエース100系ですね、お客様の方からもう少しパワーを上げてほしい要望がありまして、 JZX100 とかに搭載されている 1JZ1GT それを搭載いたしました。家族の方乗られたりするので快適性を重点に置いて車両を製作いたしました。搭載するエンジンで 1J っていう話があったんです。なんで 1J をチョイスしたんですか？10年ぐらい前に雑誌で俺の前の方のハイエースに 1J 乗せてるのを見て、ちょうどよく金銭的に回るのが出てきたもんで、還暦だし今年はってことで、もう最後のわがままさせてもらおうかなと思ってやりました。ノーマルのエンジンと比べて、いやもう全然届かない、の出だしだとか、その辺はすごいどんな感じですか？もうトルクも全然太いし、全然違いも全然別物ですよ。そうですね、はい、もう馬力がもう倍どころじゃないですから What is today? So 1JZ meeting. 1JZ meeting. ここは日本じゃないんです。オーストラリアのクイーンズランドサーキットなんですけど、こんなの海外に来たというよりもほとんど日本です。いいね。71も後期 1JZ を積んでありますね。まあ、90だ、81は分かりやすいですね。110 100 110 100、まだまだこっちにいっぱいあります。 Please show me your engine. Wow, 1G. Very dirty. Trash? Yeah. Why did you choose this engine? Change into RB? I had a Yoke Chaser and I loved it very much. Yeah. Yeah. What happened on Chaser? Mark 2. What happened about Chaser? I sold it. Sold it? But I wanted the same fun I had in the car. Yeah. So I put it in my drift car. Which is easier
drifting between 1J and RB. 1J. Much better. おそらくですね、この会場で一番異彩を放ってんのはあれ、これ、これっすよ、これ Z さんにちゃんと 1JZ 積んでありました。いかがでしたか。今回は 1JZGTE のマシンたちをお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。